はい、みなさんこんにちは。カリチャンネルのなぞみです。今日はですね、チンチロタイプのくくり罠のぞみスペシャル2を作っていこうと思います。半年ぐらい前ですね、初めてくくり罠を作って、去年漁期を頑張ったわけですが、その反省点を生かして、そして師匠にもたくさん助言をいただいて、今回の罠作りに挑みます。参考にしていただければと思いますので、ぜひご覧ください。それではどうぞ。大きさが作れたので食べていこうと思います。で、この切った端っこを使って、よいしょ、こんな感じで留めていこうと思います。じゃあリベットで留めていこうと思います。
どんどん行こうと思います。できました。次にですね、この1センチの方のパイプなんですけれども、踏み板をつけるための、土台としてこれを作っていきます。でこれは今度はこの中にはめていくので、こちらもサイズを調整していこうと思います。こちらも、土台にくっつけていこうと思います。はい、できました。今度はですね、ここに、踏み板をはめるんですけれども、その踏み板の形を作っていこうと思います。今回の踏み板はこのホームセンターで売ってる苗箱の底を使うことにしました。で別に苗箱の底じゃなくても木でやってる人もいるし、私たちが今回これを使うだけで、こういう感じだったら何でも大丈夫だと思います。じゃあこれをこの中の、大きさに切っていきましょう。それではですね、罠の機関部の部分を作っていこうと思います。まずはこちらのワイヤーを2メートルに切っていきます。ワイヤーカッターを使っていきましょう。締め付け防止金具としてシングルスリーブを先に入れます。ダブルスリーブを通して固定していきます。締め付け防止金具を固定していきます。締まりつつすぎないようにね。はい、上手にできました。塩ビキャップにワイヤーを通すための穴を開けていきます。こちら2個開いてるんですけれども、軌道部分のワイヤーを通すための穴です。それではまず塩ビキャップと塩ビ缶をはめて、組み立てます。そしてこの1ミリのワイヤーを22センチで切っていきましょう。2本使います。22センチが2本。
イヤーを切りましたので、スリーブで留めていきます。鉛筆キャップに1ミリのワイヤーを通していきます。そしてここをスリーブで留めちゃいましょう。締めていきます。もう一本の1ミリのワイヤーを、パイプに8の字にして固定をしていきます。こうしてさらにこれをこうしてこのこれとこれとこれの3つでこの私が手で持っているところで留めていきます。これがここに戻ります。ワイヤーとワイヤーが重なるぐらいのところ、ギリギリで重なるぐらいのところで1ミリのワイヤーを固定していきます。まずはこちら側を仮止めしていきましょう。こちらね、仮止めする、しっかりとパツパツに伸ばしていきます。これ仮止めで、反対側の方ですがもうしっかりがっちり固定していきます。触れ合うか触れ合わないかぐらいのところで固定していきましょう。この辺かな。これで、完成です。上手にできました。罠のトリガー部分、つまりチンチロの部分を作っていきます。でこの部品なんですけれども、リベットの余った部分です。くい雰囲気でこんな感じ。これはハトメというものなんですけれども、チンチロを押さえる部分として使います。このハトメを引いてチンチロを剥がすことによって離す、チンチロをこう自由にすることによって罠が作動するようにします。水糸を輪っかに通していきます。すごく大事な部分になるので、なるべく取れないようにしっかりと結んでいきましょう。上手にできました。これで可動部の部分の作成はあらかた終了しましたので、組み立てていこうと思います。じゃん。まずは鉛筆キャップの部分、そしてバネ、
これがより戻しです。より戻しをつけていきます。そしてまたこの先っぽをスリーブの中に入れて、そしてこれで留めていこうと思います。はい、これで軌道部分ができました。はい、それではですね、ようやく完成したこの機関部、軽トラでバネを縮めて、ストッパーで留めていこうと思います。ここにかけられるように少し広めに作りました。はい、それでは、チンチラの部分をかけていきます。ちょっと言葉で言うのが難しいので見てください。で、ここを引っ張ると発動します。一度、仮設してみようと思います。で、仮設は、それでは仮設していこうと思います。上手にできました。はい、いかがでしたでしょうか。ちょっと私細かい作業が苦手ですので、もう皆さんやきもき突っ込みたいところがたくさんあったと思いますが、まだ2年目ですので、これから邁進していこうと思います。これからもですね、いろいろな動画を配信させていただきますので、よろしければチャンネル登録とグッドボタンお願いいたします。そしてホームページやツイッターでもいろいろな情報を更新していっていますので、よろしければチェックしてみてください。それではまたお会いできる日を楽しみに。さようなら。